玉川の排水口にある六号水門六号用水は東京都にかつて存在した用水路。建設指揮監督者小泉時代部の名を取って時代部堀とも呼ばれる。六号水門再現された用水路という歩道玉郡泉村の玉川を水源とし、世田谷溶と六号溶、つまり現在の狛江市から世田谷区を通り大田区に至る用水路であった。 延長は2 3トルで49の村の約1500ヘクタールに主に農業用水として水を供給した。玉川の対岸の川崎市を流れる2化量用水と合わせて4化量用水とも呼ばれる。1597年からの14年かけて用水が開作された。開通5 0 0年を経過した頃荒廃したが、1725年に大官、 田中急具の手により改修された。この改修は、日家漁用水と並行して行われた。この改修後、世田谷漁でも六号用水が利用できるようになった。廃止されたのは1945年である。宅地化が進み、大半は1970年代までに埋め立てられたか、雨水用の下水道となった。流路の大半が失われたため、幻の六号用水と呼ぶ向きもある。 一部区間はマリコ川として残っている。また、世田谷区北見では同じ場所に野川からの取水により時代部堀が再現されて時代部堀公園になっている。大田区内では中原街道と宇の木3丁目の間は湯水を使って再現された用水路が遊歩道とともに整備されており残りは道路になっている。現在、溶水の跡地は道路 緑道、時代部、堀公園のほい未だ更地の場所もある。なお、六号用水は既存の多くの河川と文豪流、あるいは交差していた。ありがとうございます。